メッサーシミット目264は第二次世界大戦時にドイツで試作された4発プロペラの爆撃機であるドイツ本土の基地からニューヨークを爆撃する長距離爆撃機として開発され1942年末に試作第1号機が初飛行した6発か高高度性能を強化した型の開発も計画されたが戦局の悪化により1944年初めに 開発中止となった。目264十も211、J エンジン搭載時目264目264のデザインは、メッサーシュミットの長距離偵察機プロジェクト、1930年代後半の P1061 を起源としている。このプロジェクトには、複数の原型があり、P1061 は4機、P1062 は2機のエンジンを用いることになっていた。p では、 DB601 エンジンを2つつなげて1つのプロペラを動かす双子式エンジン DB606 を2組搭載する予定であった。1941年前半に P1061 に目264の名称が与えられた。1930年代爆弾 1000kg 搭載の状態での 行動半径が 2900km、同じく 2000kg 搭載で 1600km を超えること、また最大速度は時速 540km を超えることが1936年の時点で要望されていた。計画ではフランスカーゾレスの空港からニューヨーク市を攻撃できる戦略爆撃機を開発するつもりだったこの計画ではエンジン6発の航空機が求められた。 この需要に応えるために、ドイツの航空機メーカー各社から、ユンカース1390、フォッケウルフタ400、およびエンジン6発のメッサーシュミット目264バイトが提案された。結果、ユンカース社が提出した1390が既存の機体の改良型ということで、開発期間を短縮できるため採用となった。目264は、メッサーシュミット社が、 戦闘規制産に集中する必要があったために一度計画は破棄されたが、ドイツの海軍が FW200 コンドルの大替機として外洋偵察哨戒機を要求したとき、ME264 が着目された。結果、ME264A は超長距離偵察機のための開発原型として、原型2機の製作が発注された。 最初の原型は1942年12月23日に初飛行を行った目 264V1 は当初 1340HP の4台のジュモ 211J エンジンを搭載していたが1943年後半に 1750HP の BMW-801G に乗せ替えられたこの目 264V1 は防御武装と 防弾装備を持っていない状態で完成され、目 264V2 にはエンジン、乗組員への防弾装備が施された。さらに、目 264V3 には防御武装が搭載された。1943年に、ドイツ海軍は既存の銃290と計画された、銃390を支持するようになり、目264への興味を失っていた。結果として、 1943年10月に、メッサーシミット社には、目262ジェット戦闘爆撃機に焦点を合わせる、要目264開発のキャンセルが命令された。1943年末期、目 264V2 が爆撃で破壊されて、目 264V1 も1944年7月18日の空襲で破損して、修理されず放置されていた。 3番目の原型も同じ空襲で破壊された。1944年9月23日に目2 6 4プロジェクトに対する仕事は公式に中止された。目2 6 4は全金属製の高翼の4エンジンの10爆撃機であった。機体胴体の断面は丸く B-29 に類似したがアラスバリ弾丸状の乗組員キャビンを持っていた。垂直尾翼はになっていて、 車輪は格納式の三輪車ギアになっていた。ありがとうございます。